ミステリー。世界で最も醜い犬コンテスト開催。飼い主は不完全な犬ほど完璧な犬たちを代表している。アメリカカリフォルニア州ペタルーマで先日第34回世界一醜い犬コンテストが開催され、ペキニーズのワイルドさんが優勝し、パグのローマが準優勝しました。このコンテストには8頭の犬が参加しましたが、その多くは保護施設から引き取られた犬たちです。主催者のウェブサイトには、血統がペットを定義するわけではなく、すべての犬の特別でユニークな欠点を称賛するとの趣旨が記されています。オレゴン州ノースベンドから出場したワイルドさんは今回で5回目の出場となり、過去3回は準優勝でしたが、今回ついに初優勝を果たし5000ドルを獲得しました。おばちゃんが錦糸町の方で一人暮らししていた時に、隣に住んでたお姉さんがパグを飼っていました。普通のパグよりももっと顔がしわくちゃで、いつも怒っているような表情をしていましたが、誰にでも甘えてくる可愛い子で、パグ史上最もおばちゃんが愛した子です。コウモリ、4つの戦術で獲物捕捉、寄生犬、レーダーへの応用も期待。基礎生物学研究所の西解剖研究員らのチームは、コウモリが逃げる獲物を超音波で捉える際に獲物の移動を予測して照射位置を修正したり、照射頻度を高速化したりするなど、4つの戦術を駆使していることを発見しました。この研究はレーダーやカメラへの応用が期待されています。チームは追尾能力が高い日本菊頭コウモリに注目し、実験室内でガを捕まえる様子を高速カメラで撮影しました。また多数のマイクを使ってコウモリの超音波照射の状態を記録し、そのデータを解析しました。その結果、コウモリが使用する4つの戦術は、目標方向の予測、照射頻度の高速化、照射範囲の拡大、そして目標物と同じ方向へ動いて目標方向を安定化させる計4つの戦術を使っていたことが判明しました。こんばんは、プリティです。このね、ニュース、マジでというね、驚いたね、内容なんですけども、皆様も度肝を抜かさないでください。兄弟多様性確保のため、理系女子枠から計算問題をなくします。え？計算問題なくすって？え？理系で？マジなの？それでね、このね、女性募集枠の新設、ホームページにね、兄弟ニュースに出てんだけど、特色入試、女性募集枠の新設について、で、まあ、兄弟は、対話を根幹とした実学実習という教育理念を踏まえ、様々な属性や背景を持つ学生たちが大いに十分に語り合い、議論をしながら学びを深める環境を実現するために、兄弟やたってるんですが、今女性少ないんですわ。いろいろ考えて、まあ、こんなんでいこうと思ってますけども、どうでしょうみたいなこと書いてんのよ。京都大学理学部特色入試、宇宙地球惑星科学入試、女性募集枠サンプル問題。2時間の試験時間で実施される。このサンプル問題を示し、出題意図について説明します。以下の文章を読み、問1に答えよう。ただし、文章中の、まあ、枠にはあなたが興味を持っている自然現象と関連深い、まあ、言葉なんか選んでちょってことだと思うのよ。自然現象でしょ？で、自分が興味ある。星の進化、ビッグバンとか銀河マグマ。これ入試？ちょっと待って。なんか好きなことを書くっていう。ちょっと待って。あのさ、もし就職活動するときに兄弟から出たと、例えばこの女性募集枠で入ってきて卒業した人が計算できないというふうに思われるわけでしょ。でね、どっかの研究所とかさ、あとどっかの企業さん、まあ、ちょっとそのデリケートゾーンに触れようとしなくなっちゃうでしょ。え、嘘？これちょっと遠回しに、ね、計算できませんよって言ってるようなもんじゃない？いや、これ、マジですか？就職で採用されなくなるじゃん。こんなの分かっちゃって、もう、だって、寝てるも触れもあってるから。じゃあ、兄弟の、まあ、卒業した女性さん、計算できないんですか？じゃあって、逆になんか変な風に見られるような、評価下がるんじゃないかなと思うのよ。なんでこんな変な平等とかやっちゃうのかしら。
これいくらなんでも女性をバカにしすぎてると思うんだけど。いやもうこれめちゃくちゃ。どうしてこういう発想になったのか意味がニャ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 んだけど。理系で計算問題出ないって。どっか入った時とか、もう例えば研究所とかなんか、逆に兄弟せっかく銭子使って卒業してもさ、雇ってくれなくなっちゃうでしょ。だって計算できない。まあそういう、まあ女性の方が卒業して、うちの研究所に来てもらってもってことになっちゃうじゃない。これ、フェミンの皆さんに、ちょっとね、おばちゃん一言言いたいんですけども、これ、自分、まあ、いろいろ騒いで、まあ、多様性でこんなことにもなってるわけじゃない。で、結局さ、そこに入ったとして、勉強して、お金もかけて、卒業したとして、就職先逆に困るんじゃないかなって、逆に偏見の目で見られちゃうと思うんだけど、だって一生懸命勉強してさ、いや、私はちゃんと計算も勉強して、いや、もう、自分自身、納得いく形で設立したんですよという、そういう女性もいるわけでしょ。でも、異色単に見られるわけじゃない。あ、計算のできない大学だって。そんな風に思われていいの？いや、これこそ女性にとっても、ねえ、もちろんおばちゃんも同じ女性として、女は頭が悪いって言われてるようなもんじゃない。これ怒らないでどうすんのよ。おばちゃんこれ見た瞬間、ふざけんじゃねえよと思ったわよ。ちょっとバカにすぎてんじゃないのかなと思うんだけど。就職省かれでしょ。兄弟じゃダメでしょって、もう簡単。いや、これは逆になんか、足稼いでしかないと思うんだけど。逆に、女性の人兄弟入りたいと思う？ちゃんと勉強しても頭のいい人なんかゴロゴロおるじゃん。女性の人で。そういう人たちの、ね、これから社会へ飛び出していく、ね、まあ、もう狭めてる人しか思えないんだけど。すごい話よ。ヘミの行き着く先はこんなことなの？いや、もうおばちゃんは何？そんな変な性的で見られるとか言われてるけど。いや、もう若い男の子とかおばちゃんも見つめてくる目とか見て思うもん。いや、それは見たいでしょうよって。で、フェロモンいっぱい出てんの？まあ、ごめんなさいね。おばちゃんみたいなモテる女からするとわからない問題なのかもしれない。だって男の人とか必ずない電車とかおばちゃんとか言ってくるもん。たまんないんでしょ。ドキドキしやんでしょ。まあそれはしょうがないと思う。だってね、劣化させられないんだもん。だってもう最上位のいい女でもう何十年も位置づけちゃってるから下がらないね。年取ればね、もうみんな見向きもされないと思ったんだけど、未だにもう見られてる。これ以上言うと本当怒られるからやめとこうかしら。いやでもね、いい女からするとわからない問題なのかしらね。まあこの問題、このニュース、いやこれ本当にあの逆に女性はぶち切れた方がいいと思うわよ。バカにされてるわよこれ。なめんじゃないわよ。イギリスで初めての駅伝大会開催。24日イギリスで初めての駅伝大会 UK 駅伝が開催されました。この大会には日本人とイギリス人の混合チームを含む18のチームが参加し、72マイルの距離を10区間でタスキをつなぎました。スタート地点には駐日イギリス大使のロングボトム氏や日本人の夫がコーチを務める元イギリス代表マラソン選手マーラ山内さんなどが応援に駆けつけました。主催者は大会が天皇皇后両陛下のイギリス訪問と同時期に開催されることに触れ、日本とイギリスの絆を一層強めたいと期待を寄せました。これを継続していけば自分の住む街や知ってる駅の前を通った時の共有感も感じられて、より駅伝への興味が深まると思います。あそこで元カノに早く来いよと怒られたな、あそこで10代の時の彼女にお前使えねえんだよと言われたっけなと、おばちゃんの場合は悲しくなりますが、てかこの動画作ってる段階でもう涙出そうです。 BBC ニュース、転換発作を抑える装置頭蓋骨に埋め込む世界初の臨床試験にイギリス男児が参加。イギリスの少年が重度の転換を患い、発作を抑えるために頭蓋骨に装置を取り付ける世界初の臨床実験に参加しています。この実験では頭蓋骨に装着された神経刺激装置が脳の深部に電気信号を送り、日中の発作を 80% 抑えることができています。この少年、オラン・ノールソンさんはサマセット出身で、昨年10月に12歳の時にロンドンのグレート・オーモンド・ストリート病院で手術を受けました。現在13歳のオランさんは、母親のジャスティンさんによれば以前よりも幸せそうで、生活の質が格段に向上したと BBC の取材で語っています。先が見通せる人気殺到のスケルトンお守り、求め3倍の価格でフリマアプリ転売、罰当たりな行為と神社は怒り。大阪、堺市。大阪府堺市にある大鳥大社では、
先が見通せるご利益があるとされる透明なスケルトンのお守りが人気を博しています。このお守りは透明なアクリル板にホログラムで描かれた絵が角度によってキラキラと輝くもので、一体1500円で販売されています。その人気のためにフリマアプリなどで約3倍の価格で転売されるという問題が発生しています。大鳥大社のゴンネギである河野正成さんは、この状況についてまさに不純ですから、言語道断だなどと怒りをあらわにしています。こういうものってフリマで買う感覚がおばちゃんにはわかりません。出向いて、境内の厳粛さに心を凛となり、お願いしたいことや、今の現状をこういう方向へ向かってほしいと強く思って購入したからこそ何かが叶うかも、という気持ちを整えるものだと思っています。おばちゃんは古い人間なので簡単に購入することに何の意味があるのかわかりません。まあこの話題、もうみんなね、いろいろ、いろんなまあサイトさんとかもさ、取り扱ってたり、YouTuber とかも、まあおばちゃんよりも立派な YouTuber や。いっぱい取り扱ってて、今更ですけど、万博出展国、ガス爆発、命に関わるやんけ。万博協会大丈夫だよと伝えたい。まあね、一番大切なところだけおばちゃんピックアップしたいと思うんですけど、博覧会協会の整備局長、なんかね、メタンが出たというのが危険というものではないので、起きた事故はメタンガスが溜まって、ある程度の濃度に来て、火が来てボンっていく。いわゆるそういう仕組みなので、メタンはイコール危険というイメージの払拭を含めて、我々の対策で大丈夫だというメッセージは定中にいろんな場面で伝えていくしかない。ということは、オール禁煙にするってことでしょ？陰で、世界中の人が来るんでしょ？陰でプカルっていう。いや、メタンがさ、立ち込めてるとか、もし、まあ、濃度がすごく高くて、まあ、ある、一箇所に溜まってたとするじゃん。電子タバコもアウトですよ。大丈夫ですか？すごい話なんだけど、ね、何がすごいかっていうとね、一方、参加国に対して個別の問い合わせ以外では事故の説明をしてこなかったことについて、協会の国際局は、一方して動揺させるより、きちんと調査してから伝えたかった。明日から開催される国際会議で事実関係を説明して安心していただきたいとしています。だから、調査して伝えたかったって言うんでしょ？誘致してるわけじゃない。こいつら すごい話でしょ？で、日本の児童とかも強制参加させられるじゃん。子供いっぱい集まんのよ。で、日本でそれ通用すると思うけどさ、海外ではそれ反応通じない。いや、これが通じると思ってるところがすごくね。だって海外の人からするとさ、派遣した先で、自分のさ、国民とか、あと代表する企業とか、まあ、いろんな研究者の人とか、あと、まあ、要人の人とかもいっぱい来るじゃない。なんかあった時に責任取れないから、そんな怖いところ行かそうと思わないでしょ。それで、これ開催してさ、なんかあった時って誰が責任取るの？いや、そう。すごいのが、そこまで頭回ってないっていうのがすごいと思う。なんかあった時誰が責任取る、ってか、責任取れるわけないじゃん。なんかあった時ね。え、何あとどっかが書類出す時全部黒塗りなの？おばちゃん、言うよ、お前は小池百合子かって言っちゃうわよ。どうしてこのジャパンはこんなダメな国になっちゃったの？もうびっくりしちゃったんだけど。どうしてこんなダメになっちゃったのかしら。悲しくてならないんだけど。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。